あまあな、どうも、シャケ音とない、シャケトリックマン、シャケというね、本日はなんなんと、じゃじゃーん、モンスターエナジー、M3、スーパーコンセントレート。コンセントレートって集中って意味だったかな。この小さな 150ml のボトルに、モンスターのヤバさを詰め込んだ。独自の処方によって滑らかなテイストを実現。中身や声が、スムースに飲める。あれ？スムーズじゃないの？スムースって書いてあるんだけど。M3 を飲んでぶちかませ。あれ？これスムースになってるよね。スムーズじゃないの？これ大丈夫なの？スムースで。もうわからないけども。早速ね、ちょっと飲んでみましょう。クマンパイ！まあ、見ての通り、ちょっとね、緑色っていうちょっとね、毒々しい色ではございますけども。キーそこまでね、モンスターの味はね、好きじゃないんだよな。何なんだろう、原因は。すごく鏡みたいなね、化学調味料っぽい味となんかね、独特の甘さがね、個人的にはですよ。もちろんモンスターがいいっていう人いっぱいいるし、モンスターが好きな人いっぱい知ってるけども、個人的にはね、この独特の甘さがそこまで受け付けないんですよね。確かになんかしかも凝縮されたって感じ。中身には、150ml あたりエネルギーが65で、アルギニンが450で、カフェインが140。他にもね、D リボース、高齢人参、L カルニチンとかね、いろいろ入ってるみたいです。確かにこれ一本、なんかね、最近俺がおすすめしている、リゲインのね、エナジードリンクぐらいにアルギニンがすごく入ってるので、確かに、俺、この夜を乗り切りたいとかね、今日は頑張んなきゃっていう時には、効果的にはとてもいいと思います。コスパはね、モンスターは相変わらずすごくいいんでね、コストパフォーマンス言えばとてもおすすめでございます。本日のクマポイントは、ここで説明しよう。クマポイントとは、鮭クマがどんだけ満足したかというポイントである。ドルルダダン !8 ポイント!いや、コストパフォーマンスはすごく優れてるんですけども、個人的に味が、ね、ちょっとね、そこまでお気に入りじゃないので、まあ味が良かったらね、8.5 か9ポイントぐらいだったんですけども、あそこは好みの問題なんでね、まあなんとも言えませんけども、でもこのね、ニュー、デザイン、M3、これね、かっこいいね。爪痕がね、グラスにあるんですよ。うん。パッケージはすごくかっこいいです。それで、ね、ここまで見てくれてありがとう、つくまきり。たまらんな。動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックして、チャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか、動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからも、サゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。